はい、皆さん、こんばんは。さあ、今回はですね、あの、以前にスマートフォンで出た有名なホラーゲームの、受草シリーズの他の作品見てですね、これ私やったことないんですけども、えー、木の章っていうのかなえっ、ー、ていうのが、スチームで発売になりました。なので、縦画面ではなく横長になってますね。えー、初見ですので、早速やっていきましょう。音うるせえな。えー、プレイ中データは消費してもいいプレイしてないですけどね、まだね。 ままだやっってないいうにう聞いてくるの困っちゃいますねはい私には3つ年上の姉がいた姉がいた <laughs> 卒業を目前に控えた高校3年生の夏姉は校舎の屋上から飛び降りた姉がなぜ自殺をした したのかなぜ命を絶たなければならなかったのかあの優しかった姉が自殺をしたという事実が未だ受け入れることはできないあれから1年私は姉と同じ学校に入学したあの学校では数年前から生徒が何人も行方不明になっている姉が入学して1965年からこられたのこの不可解な出来事ああしゃべれないこの学校には何かある黒く濁った真実が数日前に靴箱に入っていた手紙あなたが知りたいことに22日 1, 1年4組の教室で姉の死の真相が今日紐解かれていくことになる めちゃくちゃ読むの大変めちゃくちゃ早かったのよね呪荘、ね、嘘よしということで呪荘でございます最強のホラーゲームシリーズということでございましてん私寝ちゃった22時約束の時間過ぎてるうちの犬が泣いてるはいすいませんちょっと犬がね あの近所で火事があったみたいで犬がめっちゃ吠えてたんで一回見に行っちゃいましたはいじゃあ再開します <laughs> まあ、何事もなくてよかったけどいや何事もなくはないんだけどね大事大事には至ってないみたいで、まあ、特に何もねえのかな夜の学校って不気味学校にもテレビがかかる時代になった奇妙な音がしてるな真実を知ってほしい真実サイコネ姉さんのこと 多分これここから離れていいのかな音がやばいおっとイベントいやホバー移動してる <laughs> あの子が手紙をくれた子えー、っと校内探索方法前に進むおこのゲームってこういう風に動けるゲームなんだすごいん,なんか新鮮だねクリックだけじゃないんだ足透けてますね あなたが手紙をくれた子、サイコ姉さんのこと何か知っているの？サイコ？サイコ？ん？サイコかこれ？うんー。な何？何で済むんだ？キャーとか言わないんだね。サイ,サイコさん。えー、全身あはいはいはい完全に自由に動き回れるってことなんだね今回は。すげえな。まあ スマホ向けゲームだったとしてもすごいねお前はねはいなんか落ちてるねブロックピース赤ブロックパズルのピザテトリスの赤いやつみたいですねそしてシリン3年前の事件温城外家高等学校の女子生徒が無駄な姿で当校が当校郊外のえっそう 瓦で発見された。遺体の顔には硫酸がかけられており身元が判明するまでに時間を要した調査の末殺害されたのは2学年の伊藤ゆめこ16と判明容疑者として科学担当教員であるクマかなあカルマ学ぶやばい名前だなカルマとかカルマ5みたいですねカルマ学ぶ36が挙げられたが決定的な証拠がなく釈放されるあ お姉さんとは関係ねえのかなこれ姉さんとは関係ないの3年前の新聞記事だ割と最近だなカルマってあの科学担当教員のカルマ先生名前がやばいもんな職員室に行けば何かわかるかも君も冷静だな遊び方シフト 3D マップのみ探索モードを切り替えることができます 探索中各メニューボタンを押すためには割り当てられたキーを押すか探索モードを切り替えるうーんとえっ、ー、とシフトを押すとこういう探索モードになるのねんマップえっ、ー、と屋上1の3 とりあえず今4階だから職員室はまあたい2階だよね1階かあ1階ですねうちの高校は恐怖を感じたらスペース、えー、恐怖を感じここ心を安通させたい時にスペースキーを押してみてください穏やかな映像がなと心優しさに与えます <laughs> <laughs> 穏やかかあ、穏やか <laughs> そうねスペースを押すとなるほど至った時はここを押せばいいってことですね分かりましたとりあえず下に職員室に行ってみましょうかこれ広いからさあのー、普通に次にどこ行っていいか分かんなくなるかもシフト押す押すのねブックだけ。 アイテムねまたこの人形なんだうん次にどこ行っていいかなんか音楽,音楽鳴ってないかなんかピアノ鳴ってなかった今ちょっと古し方しちゃったなピアノ鳴ってなかった音楽室あるあるねあでももう遅いかな なってるよねほらここかな鍵がかかってるうわそうきたかピアノと誰かいるのかしらまだダメなのかまあとりあえずいいや職員室に行ってみよう誰かいるわけないじゃないかね ねこの子はねこれはでも前の10は民家だって狭かったけどこれ学校だからめちゃくちゃ広いねで1階の職員室は正面行って左だったかな私が通ってた小学校も高校も 中学校も職員室2階だったから何か2階のイメージあったんだけどそうか失礼しますカルマ先生職員室お無実の証明事件の日私は1週間ほど研究室の研究会の発表で学校には来ていない誰かが科学室の薬品を無断で使用した経緯があった 科学準備室の鍵の管理は科学研究部の生徒たちに厳しく管理するように伝えていたのだがまさか紛失するとは科学準備室の鍵を特別な鍵に変えて管理をさらに厳重にするカルマ先生カルマ先生いなかったのか几帳面内容だと、うん、確かにカルマ先生几帳面ですねマイナスドライバーだディバイディングドライバーえ ヒントマークが出たなえー、っと分かんなくなったらコインを使えばコインを教えてなんか先を教えてくれるそうです遠慮なく使っていきましょう意外とねこのゲーム難しいのでね遠慮なく使っていこうと思います引き出しが鍵がかかってるさすがにマイナスドライバーでこじ開けるができないかそれは無理か えっとこの中を歩き回ることはできないのか職員さん誰もいなくて緊張する。とはいえ、もう特に何もない。マイナスドライバーを取りに来ただけかねこれしかないもんね。ファイルと。で、こっちは開かない。 ちょっっと待ってでも職員室以外に用がないからなえー、っと音石先,先生はここ女子ん女子人気の音石先生はここ書きかかってんだよねこれはまだ今できないマイナスドライバーか。 うーん無実の証明はいはい科学準備室にちょっと行ってみるか鍵を変えてたけどマイナスドライバーでなんとかおなんかいたな科学準備室えっ、ー、とここだねはい今ネズミいなかったちょいちょい髪の毛が邪魔するな なんだあの髪の毛振り返るとたまに髪の毛見えんだよね。気のせいかそもそも何,何が目的っていうかその姉さんの真実を時にしたんだよね。であの子がブロックのピースを置いてってで科学準備室の話をしてまあちょっと一回入ってみようか。科学室入ってみましょう。 科学室調べられるもの指紋があるね基本白っかいんだ硫酸触るなうわなんでそこに鍵がえっ、ー、鍵が入ってるこれが <laughs> 俺思うにあのビーカーを倒せばいいと思うんだけど ダメなんですかビーカー取ってな倒すとかさ中身こうジャーってすれば鍵取れると思うんですけどそれはダメなんですかねダメなんだ危険だって多分これヒントが多分あおああ なるほどね。何かが分かれば、鍵がなくても準備室には行けるってことか。とは言ったものの、うーん、今まかんないね。ちょっと待ってね。どうすればいいんだろう。科学準備室。やれることは、 どこかにヒントがあるはず。うーん。まあ一回全部探索してみて。入れる場所全部探してみましょう。えー、美術室。変なポーズは誰かいたしたのかなこれ怪しいね、確かにね。変なポーズ。チョークで潰さ,されている。誰がこんなことを。チョーク ョクで塗りつぶされてる、まあ、色がついてるところがおそらくなるほどねまあなんとなくまあ端から見ていこうかね美術準備室ここがかかかってる、まあこれで一回おしまいかはいはいはい 美術準備室科学準備室科学室一なんかちょいちょいなんか出てくるな事務室多分入れるところ全部入っていけばアイテムが集まるかもしれないね物置鍵がかかっているトイレはトイレ鍵かかってるはずもないんだが男子トイレ まあ多分色がついてるところ以外はあんまり関係なくなってるとまあコインが落ちてる可能性はあるけど何もねえなコインを集めたいね分かんなくなっちゃうからね女子トイレ誰かいるかい指紋がああでも何にもないね ああ、開いた。開いた。しかもコインゲットした。ざっくり。あんまりいじってると。なんか出てきそうだね。あんまりクリックするとね。そういうのもあるのか。はい。まあ、あコインを集めつつ進むのもありだね。保険っす。保険な。えー、保険。 保健室、来室記録、赤いミサ、赤いミサ赤いさんめっちゃ来てんな。赤いさんめちゃくちゃ来てる。3の1赤いさんが、しょっちゅう来てますね。覚えてた方がいいのかな。えー、っと。あ。えー、1919 19。 まあ一応試そうね。行かなかったですね。保健室で行けなかった。行けない保健室。体重。カーテンが開いたけど、誰もいないと。うん。ま、あとりあえず赤井さん、3の1赤井さん覚えておきましょう。何かあるかもしれない。 誰だ走ったのは会議室鍵がかかっているなんかねずっとネズミがあそこにいるんだよねチューチュータコかいなこれなんだこれはっ回転がロックされてるロックじゃんなるほど 何かロックを解かなきゃいけないね職員室はさっき入ったんなんだこれガンアイアイがさサエ子王の豊か誰がこんなことアイアイがさいいないいなアイアイがさ下もああいうの書いてもらったことすらないえ置き手紙 紗友子さんへ君のいた教室全てすべてで待ってる君がいた教室全てで待ってるよまず1年のクラスで大野豊かえっ何これ愛の告白 ?1 年のクラス紗恵子姉さんのいたクラスあっ1年のクラス全部行ってみましょうか大野豊か。 お姉ちゃんでこれんでトイレこんなにいっぱいあんの ?1 階に男子トイレが2個あるんだけどトイレ好きそんなにそんなにトイレいっぱいなくても女子トイレトイレ多いねないっすねもうまあまああなし 1> で1階の何だこれ今どこにいんの今どこにいんのダスト臨時玄関まあ一どうもあれっぽいね1年の教室で待ってるよということだったので。 とりあえず2階に行って2階に行ってこっちは体育館ねあコイン体育館に体育館はまあ行かなくていいか。とりあえず1年の教室に行ってみるかなんでトイレこんなにいっぱいの1階にトイレが3つある w <laughs> 1階にトイレが3つあるんだけどそんなにトイレいらなくない この学校トイレトイレトイレなんか意味があんのかこんなにトイレそんなにみんな用を足したいのかいこの学校の生徒はそんなにえこれだって他の階にも同じぐらいあるんだとしたらすごいトイレだらけの学校になっちゃうけど体育館はとりあえず後回しでいいか あ入れないですね体感はねじゃあああこれやったなるほどねじゃあ1年何組って言ったら1年の教室で待ってる様子だよねえー、とマップがまたトイレだあ一1年ってそうか 全部回ってくる間だからとりあえず4階まで行っちゃおうかフラグなのかもしれないさっきのがさっきのがフラグあのー、手紙がねおこになった3階は非常口はい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 で4階に来ました1年1組から行こうかまあトイレはあとで行くか ほう、一年一組なんか塗りつぶしてあるけどえー、っとなんか塗りつぶしてあるなあっと何俺 <laughs> メインカメラでもついてんの私もメガネがついてんのか何もなかったね まあ、コインがある部屋は何もないのかな姉さん何組って言ってた <noise> 黒板消しに色がついている超黒あっこれで美術室のやつを消すのかうーん違う違う数式は書いてあるが今のさ部屋 1>, 1年1組のやつ消せるかな関係ねえか美術室のやつだよねあまたこれだ大野豊ドンこれ集めていけるのか集めていく必要あんのか誰だ大野豊か羨ましいな俺もそうやって女子,女子生徒の噂になりたかったな 鍵がかかってる。生徒会室の関係1年3組。じゃ、ここが目的の場所かなんか音が違う。なんでこのプレッシャーはうんこ書いてあるけど。えっ大野くん君が大野くんかいラブレター。平野紗栄子さん。一目見たその日からあなたを忘れられない。 ひとときも目を離せないこれが一目ぼれって言うんだね2年2組大野豊先輩ってことかでもなんかすごいおどろどおどろした音うんこ消せないのすっごい2年じゃあ2年2組なのか次は 行く場所はまあつうか普通に黒板消して手に入れたから下の準備室に行けそうだねあこれが1年4組隣クラスだったのかなるほどね真実を知ってほしいじゃあまた下まで降りるか降りるのめんどくさいなこれななるほどね多分 多分だけどえっ、ー、とチョークで塗りつぶされてた絵が4つあったからこれが多分暗号が書いてあるんじゃないかな準備室に入るためのさすればさすればだよ準備室に入れるんじゃねえかなするっていうとねおおお電気ついたり消えたり もう学生時代のことを忘れてしまったよ。ええー、美術室。そしたらこれを消す。三角。三角形。赤三角。三角丸。三角丸。四角。下三角。お あのデッサンのあれだよねあのこうまあいいや「ナオミの日記しばらく距離を置いていた美術顧問の音石先生に夜学校に来るように呼び出されたやっと私のことを真剣に考えて結論を出してくれたのかなだって呼び出された場所は彼と初めて結ばれたあの場所だもう結ばれてる彼の気持ちを聞いて私も告白しよう」 私のお腹には彼のうわっこれはひどいこれは最古姉さんの死あ赤ん坊この学校のどっかからやばいなえぐ,えぐい話かもしれん最古姉さんの友達はイケメンの美術教師に遊ばれていたわけだ三角丸四角下三角 どっから聞こえてくんだ赤ん坊の声を先に探すうがいいかいでも場所は分かんねえな、まあ、先に謎解いちゃうかはい えー、三角丸四角下三角あ色もあったかなんだっけ見てこなかったな青白ああいたいたいたよしゴーなんか頭あるけど頭じゃないのこれ 薬品がずさんらしいがとりあえず何頭しか見えねえけどなあああ,あ,あサイコ姉さん鍵がなきゃダメかサイコ姉さんのロッカー開かないこれだね 姉さんの方にこの鍵はどこのこれか姉さんのどっかの鍵なんだねで暗室に入ることができるはいはいはい暗室の鍵最後の日記一つ下の学年の大野とかいう男子につきまとわれているあ一つ下だったなつきまとわれてんだ コソコソとついてきて私にカメラを向けてくる。気持ち悪い。おとし先生に相談してどうにかしてもらおう。保健室によくいる赤いさん。彼女が保健室に行く理由を私は知っている。保健室の先生とおとし先生が付き合っているていう噂を本気で信じて嫌らせをしている。彼女もおとし先生も好きみたい。 音石先生の彼女は私なのにね他人が嫉妬しているのを見る,見るのってドラマみたいで面白いなでもちょっと邪魔かも親友だと思っていたナオミがあんな風に私を裏切るなんて信じられない許せない音石先生もそうだ音士先生にはちょちゃんと責任を取っておらないといけないやばいな <laughs> やばいな女のドロドロした戦いがすごくて音石先生がとんでもないこのプレイボーイですね お姉ちゃんもちちょっとえぐいなお姉ちゃんも音石先生と付き合っててで親友の直みちゃんも音石先生とその肉体関係があってでこの赤井さんもえー、先生と保健室の先生が付き合ってるのを噂があるから嫌がらせをしてるってえぐくない <laughs> つか音石先生とんでもないやりたい放題だな。 暗室ってどこだこれは絶対頭っぽく見えんだけどなえぐいことになってきましたねそう赤ちゃんの鳴き声もそだ終わってないんだったなえー、っと1階がこれでこれだね2階の端2階の端っこですね よし、行ってみよう。なんか思ったよりかドロドロとした話ですね。お姉ちゃんも別に優しいお姉ちゃんじゃなかったね、これは。<laughs> 優しいお姉ちゃんではなさそう。だいぶおぞましい感じですね。えー、っと、ここの端っこかな赤ん坊の鳴き声もどこだか、距離感がわからないね、鳴き声のね。 音が近づくわけでもなくずっと遠い位置で鳴いてる感じここかなあでも近づいてきたか近い気がする近い気がするねえー、っと使うあいた鳴き声が近い気がする止まったなくなった暗室写真とかだよね 配配電電盤盤を開くことでできそうだはい、配電盤の鍵ですね人の影みたいなのが見えるそうだけど暗室を使うなら1階の配電盤ダイヤルは南に合わせること主電源を入れてください南に合わせることダイヤルは南に合わせること 南とはあ2階はん ?2 階は音が近い気がするな。ね !2 階は音が近い気がする。そうだね2階の方が音がでかいね。2階か3階に多分。 かな赤子の鳴き声が聞こえる気がするでも先にこっちやっちゃいましょうこれですねえっ、ー、とアイテムの「南に合わせる」さすがに意味が分かんないな 南に合わせる何をこれ数字がえーっコイン使っちゃう <laughs> 南に合わせるがよくわかんないなぁ、まあ、もう一回もしかしたらこの鳴き声を先解いてもいいかもしれないね まずうるせえかないつまでもこうギャーギャー流れてても困っちゃうのでこれは人の不安を煽ってしまうものなので先に解いちゃおう2階のどっかから音がするなどこだろう確実の音のでかさは2階なんだけど <laughs> 距離感でわかるのかな 遠ざかってる気がする遠ざかってる遠ざかってるね多分このトイレとかこの辺だねトイレとか教室だと思うんでな、ね、でもこれ静かだな近いよね 近い近い近いいいやここだち一体何があったのここだ3階のトイレだね3階のトイレだけどあっ赤ちゃんの泣き声が止まった確かにここか,ら聞こ,ここから聞こえてきたのに。 ただ出ちゃったらまたあ,あ,あバールが落ちてるギリギリ手届かないバールバールかさすがにすくい上げるものはないなこれ終わるまで永久にうるせえのか <laughs> 永久にうるせえの嫌だな はい開かずのままのパズルバールを取い解いちゃおうかな <laughs> 強力な自殺があれば強力な磁石それは持ってないな。 これさっきあのこれこのうんこってさっきと違うやつ磁石ね見てないからな全部の部屋を回ればあるから変な教室があるほうほうほう誰だ花が添えられてるね 何かありました。カレンダーの切れ端。兄。20にハートがついてる。兄。20にハートがついてる。なんやろ。カレンダーゲットしましたね、これでね。磁石が欲しいね。バールと磁石。あと南に合わせる。ちょっと磁石とか見つからないんで。 し,しかもコインめっちゃ溜まったんだよ。これやっちゃいましょうか。解いちゃえ <laughs> はぁ、あ、これもまた謎解きか。あ,あ、なるほどね。えーと、ここに繋げればいいっていか、そういう、あ、的なやつか。はいはいはい。全部を繋げればよし的な。 こうでこうのこうでうーんいけましたね電源が入ったようだこれで暗室が使えるようになったのかなちょっとじあ明るくなったのか明るくなってねえかねえなそうでもねえなまあとりあえず電源は入ったのかないいねコインは使っていっちゃいましょうかね 結構手に入るしこれで主電源暗室の主電源が入ったので磁石がうるさいけど磁石バールは取れないけどここやっちゃいましょうさあ暗室の電源が入ったがだからといって写真か写真が吊るされている。 この中に多分何かあるのかまあでも電源が入ったからってあっコインゲットしたこれは停止液かな何か入れんのかなさっき手に入れたカレンダーん死ね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 怖っ違うか これは何をすればいいんだろうね。死ね死ね書かれてるな。兄20。分解違うか。うーん。何か持っていればここで現像ができるのかな多分足りてないね。何かがね。何かあい、何かが足りてないかもしれない。やはりバールを先取らなきゃダメか。ちょっとヒント見ちゃおうかな。バールの手に入れ方。アイデンマンの開け方。 えー、硫酸のかかった鍵。いえいえ。えっ、ー、とね。これどうやって動くんだ、これ。こか。えー、っと。開かずのものボタンパネル。うん。これやりましたね。化学純正のだこれも開けました。硫酸か。これちょっと見ちゃうか。 磁石の場所が欲しいね。強力の磁石がで2つ取れるけど強力の磁石はどこにあるんだろうなこれだ。これだ。カレンダー。えっと、使う。来た兄じゃなくて呪いだ。<laughs> 先生の誕生日。 8月8月20かちょっとこの丸関係あるのかな ?8 月これこれ ?0820 あっ やった磁石だこれで鍵とバールがゲットできるこれ赤井さんだいぶ怒ってるね。ナオミかナオミかあなんか俺出なかったよ。出なかった。この演出か。なな何したいん自分。えー、っと。 これで鍵がゲットできるのといやこれ次にどこ行っていいか分かんなくなるねカレンダー見てなかったから気づかなかったなちょいちょいなんか出てくるでこれで洗わないと危なくないどこかの鍵のようだ小さな鍵先生の机っぽいね まあでもまずはこの鳴き声はちょっとうるさいので早めに対処しちゃいましょう鳴き声はちょっとねあ,あの育児中の方とかは多分これノイローゼになっちゃうのでこの声聞いてると早めに対処しましょうよいしょ開けて <laughs> はよはよはよ よし。えーと、汚いな。何かに使えそうだ。バールか。うるさいよ。い2年続。何がしたいのでしゃばってるのブロックのピース。あ二2個目のブロックですね。さて、そしたら。バールがゲットできたのと。 ブロック合成できそうだねこれできないねーバールと鍵か先生の音石先生の鍵とかじゃないかなちっちゃいしねでも他にも鍵使うとこあるから何とも言えんけど調べられるどこかの鍵だうんどこかしか書いてないかなヒントねえな まあ一回ちょっと先生の机見てみましょうか。脱出が目的ではないのかなえー、そしたら先生の机でやってみるか。バールでこじ開けるとかではなく。あー、違うかあ。あ、開いた。開いたね。平野さ彩子さん。お姉さんだ。姉さんの手紙が。 分解ドドン現像前のようだ出たこれだ秘密をバラしたらこの写真を学校中にばらまくお前の言う通りにとお前は言う通りに動けばいい怖いなんてこと先生が姉さんの弱みを何か握ったということいやとんでもない写真が出てくるのかこれほらワクワクするぞ これで現像すればいいってことか。なるほど。やっと繋がってきたぞ。ホラーゲーム的要素は、いや、いやめちゃくちゃあるけど、ちょいちょい謎を解きつつ、バラエティ豊かに顔をアップで出してくる感じか。今のところ。OK、謎の方が難しいわ。えーと、そしたら暗室で、 まずはこれをど,どんなものが出てくるかドキドキワクワクだねワクワクテカテカあんこれはおとい先生の持っている狂気で女子生徒が殺されている写真だちょっと違ったぞうるさい てっきりとても卑猥な絵が出てくるのかと思ったら先生が脅迫されていた先生が女子生徒をぶっ殺してるシーンがすごいアングルで捉えてますね地下で待ってる真ん中の Z ですね地下室に行けばいいっていうことかこのとこは音石先生なんてことを深入りしたな 誰そんなに姉に会いたいならばすぐに会わせてやるあなんてことだどういうこと血に染まる視界の先に見えたのは音石先生の歪んだ笑顔最後の姉さんにはこの男に追い詰められたんだろうか 死ななければいけないほど事実を弱みにでもこれは最古のねサイコ姉さんあなたに会えるいつものように私が優しく受け入れてくれるはず最コ姉さん今会いに行きますバッドエンディング真実の闇の中なんてことなのなるほど真実にたどり着く前にやることをやらないとぶっ殺されちゃうんだじゃあ どうすればいいんだ先にバールとかを使って他の真実を手に入れなきゃダメってことかな恐怖は伝染するそうかバッドエンドなんてあんのかこれマップ廊下を瞬間移動とかできますなんだそりゃえー、最初からやり直しもしかしてイベント消化率50% 最初からやり直したの <laughs> おい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 マジかじゃあ爆速で行くしかないか何かヒントはなかったんだろうかまあバール多分現像をしてしまうと先生に気づかれてやられちまうからそれとも今の地下で待ってるっていうあのあれはもう分かってるから そのこの記憶を頼りに地下室に行けばいいのかなね最初は必ずバッドエンドで行ってきなじゃあ地下に行ってみるかコインはそのまま残ってるんだよね一度は死ぬ運命なのかもしれないねよしじゃあ行こうあたりそういうの嫌いじゃないよ 2週目で突破するのは嫌いいじゃないよ自分もね総会審やった時に最初に絶対バッドエンドに行ってほしいと思ってたからねだってあのトゥルーエンドやってからバッドエンド回収って結構嫌なんだよね普通になったらもうこういうとこなるま地下に直接行ってみるかさっさとやっちゃいましょううん 2, 2段階アップが <laughs> 2 <laughs> 段階アップが <laughs> 何なのこれ <laughs> 何なの主人公も何も言わんしはいでこれバールを持って地下室に行けばいいんじゃねえのかなーねっバールを持って地下に行けばさっき地下を見てなかったのであれだったけど これを開かずの間と言いつつ開けてしまうこれはなるほどでさっきのが出てくるわけだ地下で待ってるつえもんねあ待ってこれえー、っとこれもしかして 厳重な鍵。ああ、ダメなんだ。なんか多分、さっきの Z っていうか、このあれやればいいんだろうけど、おそらく、もしかしたら、あのヒントを取ってないといけない。フラグを立てなきゃダメなのかな。ああ、じゃあ、他にやるべきことがあるな。どうしようか。現像。地下で待ってる。他の、じゃあ、謎を解かなきゃダメだね。 ね、えー、棚の数字美術のアクが OK バールを手に入るバールの使い道は大丈夫、えー、科学準備室も OK 科学者のロッカーの会も OK 赤妻のボァーこれはね分かっている,いるんだけどやっぱ確認しなきゃダメなんだねでもあっ脱出エンドの道これ全部見ちゃおうか足りないな、ね、コインが。 4つのブロックピースを集めた状態で因果シを減としようああやっぱりダメなんだブロックピースが足りないからエンディングいけない無念エンドシークレットエンド <laughs> <laughs> アイアイがさ全部シークレットいけるらしいですねはいはいはいと脱出エンドしたいですねということでブロックピースは今いくつあるんだい えと2個しかあ全然足りな,いなじゃちょっともっと探索しなきゃダメだね少しじゃあえっ、ー、ともっといろいろいけるようになったので、えー、端から見て回りますね2年お2年1組とか見てない、ね、確か大野豊かの行方最後は三角 1年から順に3組を回ってみようほ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 うなんか見つけましたねじゃあ2年3組なんかやっと見つけた2年3組順番に回ってみようはいはいはいこの謎も解けてないんだよねきた大野くん 君はいいいつもあのの先生といるなぜだい僕は声かけても見向きもしないのにずるいよ僕とも一緒にいてほしいまた君に声をかけるよ気持ち悪いな気持ち悪いなえー、っとじゃあ3年3組多分これでこいつのストーカー周りの話も進むんじゃないかな はい、えー、姉さんの生徒手帳だ何に使うんだろうその髪の毛の多い方でよく写真 OK 出たな普通か33昭和25年生まれたって相当昔だねまあ来ると思ったけど これが何になるのかあこっちで23かはい何これパズルっぽいねカードからいくかわかんないからなここですねどうだなんか なんか一個浮いてんなん違う邪魔だなこうかこうだえー、姉さんと音石先生が写ってるこれが、ね、これ大野くんの話最終章写真の秘密 これ裏返せるんじゃない二の 2F に R1 は前 F フロントリアかな ?F に R1 はまあいいや2の2ね2の22の2って F2RF2 フロントリア前から2番目後ろから1番目はなんかどこになんか入ってんかもしれないおお何これあっあったなんだこれ弦声アドバンスか マイナスドライバー。ネジ止めされている。ゲームボーイアドスだま。やっと使うとこあったな。やっと使い道があったマイナスドライバー。一番最初に手に入れて。ゲームボーイアドス SP に見えますね、これね。SP はあー。こういうのか。はい、やります。 出たーやったピースが揃ってこれはえー、サイコ姉さんの隠し撮り写真うわーストーカー何しとんのこいつ大野くんさてそしたらいいこれこいって使うのかこれとなんか分解とか今回全然使わないんだけど合成 つ合成はできないのか一応全部揃った状態で、えー、脱出エンド4つ目を集めた状態で現像する、はい、はいはいはい OK ですこれで現像してすれば良いそうなのでまずはあ職員室に向かいますと職員室に向かってでえー、っと走っとるねえー、鍵を 使って先生の。で、これを分。あこれで分解使うのか。で、現像。チリン。今度こそ、二2階の暗室前。ちょうど反対向いてんだよな、ね、毎回ね。えー、っと、俺、鍵取らなかったっけ取ってるよね。 そっかまだこれやらなきゃいけないのかあしまった配膳版のなあれ知らんかったな何だっけどこって南って何だっけ <laughs> ダイヤルは南に合わせるってことまあこれ解いてなかったなそれは <laughs> えこうやってもう一回解かなきゃいけないのかいかんなこれもう一回いきますえー、っと配電盤南に合わせること自力で解かなきゃいけないのか えー、使うあっそういうことだなるほどあっもうだだあの北のあのあれ北のそのダイヤル括弧の中のダイヤルと北のダイヤルが同じ数字にすればいいんだ南に合わせるとそういうことなんだねはい OK です じゃあやりますまたこれやるんかこうこうですねそしたら2回そしたらよしじゃあ暗室に戻って。 できましたがここで今度こそ現像を行うと行うとはい地下室で待っているとブロックをあ殺されずに済むかさあブロックを持っているけど大丈夫だね。 先生が来ない。ってことで、えー、地下に向かいます。地下に向かいますと。そうすると開かずの間調べられるようになるのかあうわなるほどこういうやつか。ポチポチすればいいだけじゃないわけだね。 真ん中が Z みたいなやつだったよねえっと長い間やってるんですけど溶けないのでコイン使いますよしこれでいいのだいやマジで分かんなかった今のところすっごい難しかったねおおあれこんな時に電池切れ まあふ普通に置いてあったもんだからねえ見えないんだけどあ着いたよかったまだなんとか持ちそうんあお音石先生なの先生今度首つってるなあれかい生徒を殺してしまった あった音石の衣装俺は平野冴子の言いなり関係を持ってしまった生徒とのいざこざで誤って殺してしまったのを冴子に目撃されたのが始まりだそういうことかねなナオミ子供ができたナオミさんを音石先生が殺しちゃったんだそれを冴子さんが見た目撃して写真撮ったわけだ 現場を目撃した最後は迷うことなく化学室から持ち出した硫酸を彼女の顔にぶちまけ原型を消失させた怖っ誰かわからなくなったら川に沈めましょうと提案したのも最後だ台風で死体が打ち上げられたのは誤算だった <laughs> 姉ちゃんやば姉ちゃん先生を脅迫してたんだそれでだから関係を持ちなさいといない確かに今ここに パズルかこれはいはいはいそうか先生は脅されていたんだ何この地下室学校の地下室こんなところあるんだこれまっすぐ行っちゃっていいのかな永遠に続きそうなマップは 暗くくてよく見えないそうか今ほでも暗かったけどななぜかここではマップが見れないループしてるわけではなさそうだねループしてんのかどっか入れる扉があったりするなんか開いてるな開いてるけど入れやしねえなとにかく前へ進むのか あ、コインだ。コイン。いや、コイン助かったぜ。コインのおかげで、あのえぐいパズルが何とか解けた。<laughs> さて、思わずね、時間かかりすぎちゃって、途中でお昼食べちゃった。えーっと。コインもあったし、ループしてるわけではなさそうだけど。あ、でもなんかちょっと、だんだん薄気味ある感じしたな。床とかが。 どんどんボロボロになってきてるどこへ通じているというのだねだんだんとほら床が薄気味悪い感じになってきた壁もねついたはあこういうやつねうーんなるほどなるほどこれはまわっああだるっ はい。これも頑張って頑張って解きますこうかなかいよし開いた井戸かうわー死体がん最高姉さんなんてことたくさん死体があるのかこれ触り 何人殺したんだこれ全ては姉さんがやったことなのみんな邪魔姉さんやばすぎるでしょ私の音石を奪おうとする私と音石を引き裂かうとするだから殺させた皆が慕う音石本人の手でふふ <laughs> そして私自身もほう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 最高姉さん サイ、サオリ、あなたも私を邪魔するのいやもう終わったことじゃないですか。音石の私、音石、私のお前も邪魔をするのかサイコお姉さん、あなたのしたことは間違っているわ間違っている。私にあんなに優しかったお姉さん、今のあなたは狂っている。 サオリ殺されそう乙石先生はもういないよ全てはもう終わったのよ姉さんに仕えてる乙石先生もあんな死に方を乙石も死んだこれで一生急に言語能力が低下したえっ沙織 あなたが私の邪魔をするのを最後の一人はあ沙織あなたもあパトカーのサイレンが鳴り響く恩城ヶ池高校 高等学校の美術担当教師音石つむかなが美術室で首をつった状態で発見された。同日から当時の同一学生平野沙織が行方不明となった。音石をつとむ自殺行方不明というふうにあ無理ですねこれ読むのはい謎は含まるばかりである。バット、バットエンディングかよええー、マジあれ選択肢を間違わなければバットにならなかったのかな脱出できなかったですね。<laughs> お姉さんと和解しなきゃいけなかったのかいやこれ最初から言い話になっちゃうなまあでも多分最後の選択肢でおそらく脱出できたのかもしれないですねイベントで20%あとシークレットエンドがあるのかな、まあ、ちょっと長くなってしまったんで今回はじゃあここまでにしましょうかねはい是非皆さんもえ興味がある方は受装プレイしてみて真実のエンディングを見ていただければと思いますはいというわけで本日は以上になりますお疲れ様でした